あんたは沢城の頭に親父さんを殺すよう指示を出した。おとぼけはなしですよ。頭本人からそう聞いたんです。で、実はその指示をしてる声を録音したデータがミレニアムタワーの荒川組事務所にあると頭から聞きました。今夜一晩中探したって証拠の音声データは当然出てこねえ。でも出てこねえじゃ済ませねえ。そうなった時は間違いなくあの野郎も出張ってくるはずだ。天道ね。ああ、おやっさんを殺したあの天道がな。パート89やっていきたいと思います。さあ、いよいよミレニアムタワー、青木亮、天道なんちゃら、そして大見連合との最終決戦です。ラスボスは天道か、もしくは若か。春日は川2区、マジかよ。おい、久米に負けるとか一生の恥じゃないか。あんだけ頑張って選挙活動したのに300万も払ってんやで。1番、いよいよ乗り込むんだね、ミレニアムタワー。ん？なんだよ、見えてんのか俺らのこと。そう言っても差し支えないかな。部下からユウたちのムービーが送られてきてるんだよ。はぁ、それで2時間前に天道もタワーに入ってったそうだ。間違いなく彼はいるよ、一番の予想通り。マジか。よし、ありがとよ。ただし、そこは魔王の城だよ一番。そして天道は最上階だ。ユウたちの計画がうまくいくことを陰ながら祈ってる。オーケー、サンキュー、ニック。魔王の城か。まあミレニアムタワーはいつだってそうやったもんな。うわ、みんなお出迎えだぜ。みんな用意はいいな。行くぞ。ミレニアム弾高いなこれ。こう見るとな、お前らもそう思うやろ。任せください。これジャッジアイスで狂いが戦ったとこみたいやな。待って、 BGM めっちゃかっこいい。アギャルーいいね。ラストダンジョンおどろおどしい BGM もやけど、やっぱこういうさ上がる曲がいいよね。ソープで生まれ落ちて、親もいなくて、ヤクザの下っ端で生きて、18年間無所で過ごして、おやっさんに打たれて、ホームレスになって、どん底の人生やったよ。けど俺はこうして仲間にも巡り会えて、このミレニアムタワーを登っていってる。おらぁどけ、クソども、お前らじゃあってならんのや。あー、ゆりちゃんごめんね。そんな機会や。すごいね、なんかあんな空の一坪からさ、こんなでかい建物まであって、あ、ここってさ龍が如く6で総面を戦ったとこやったっけ。私の番です。この先に天道がいるはずだ。どうしようか。行こうみんな、決着つけに行くぞ。
よう、探し物は見つかったかい。天道、荒川真澄殺害を命じる青木亮の声。そないなもん、あったところで何の証拠にもならんで。それでもあの人にとっちゃあっちゃならねえもんだ。だからあんたまで借り出されたんだろ。ご苦労なこった。そういうことかいな。どうやら分かったみてえだな。花からなかったんやな、そのデータは。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしない人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。せやったら踊れらの狙いは。そうかい、このわしっちゅうことかいの。どのわしをここへ引きずり出したかったっちゅうわけ。蒼天堀じゃ、本気であんたを味方だと見誤っちまった。あの荒川のおやっさんでさえな。人を騙しとるもんは自分も騙されてるとは思わんもんや。けど荒川真澄がまがいもんやったおかげで、わしにももういっぺんてっぺん取るチャンスが回ってきたんや。ボクシングじゃかなわんかったてっぺん取るチャンスがな。感謝しとるんやで。天道、てめえ。せやさかい、あの日胸に穴開けたあの人が息を引き取るまで、わしゃその目をじっと覗き込んで見届けてやったんや。荒川がこの世の最後に見てたのは、このわしのとびっきりキュートな笑顔や。それはわしからの感謝の気持ちのプレゼントやったんやで。ふざけんな、クソ野郎。クソか。せやったらソープ生まれのどん底育ちの我は何や。え、春日一番。まあそれがここまで来られただけでもええ根性しとる。褒めといたるわ。せやけどこれでしまいにせ。最後にてっぺん飛んのはこのわしやで。踊れの成り上がり話はここまでや。天道陽介、お前も一度底辺まで落ちたんか。天道、まさかあの天道とやり合うことになるとはな。まさかやな。そういや蒼天堀でもそんなこと言ってたな。そこまでのやつなのか。やつの現役時代はボクサーとして強さ、スター性、全てが揃っていたよ。正直、俺が見たことある人間の中で一番喧嘩したくない相手があいつさ。あの桐生ちゃん以上とは思えんけどな。そんな奴だろうと関係ねえ。おう、許さねえぞ天道。おやっさんの敵や。お前の首を若の手土産に持っていく。レベル60か。どうすっかな。じゃあまず命中とかやげるか。一旦ここはバフデバフの時間だった。まだの力を抜く。良い闇の隅よいしょ。お前来るか。竜の予告なる。
おっと、こりゃ強烈なのをやる気だぜ。一旦目からそんなんやるんか。ああ、正面に立ってるやつは注意しなくちゃな。正面立ってるやつ、でもどうしろってのよ。とりあえず防御だ。身を守ることに集中して何が来てもいいように警戒しとくんだ。よし、行くぞ。痛い目に合わせます。春日の方向いてんのか。逃げるなら今の。いや、バフをかける、バフをかけるんや。防具にはまらん、ジャストカードになせばいい。そうだろみんな。そしてこのミレニアムタワーをナンバの息で染め上げるんや。竜の前、やばいよ。その程度か天童。おい、じゃあまずお前の弱点を見ていこうか。スタンスマッシュ、雷効かんか。刃はどうや。まあ刃もどうだよな。エリちゃんがめっちゃ狙われてんねんけど。なんかそんな痛くねえぞ天童。どうしたどうした。じゃあ氷属性はどうや。ああ、等倍か。じゃあ雷、雷鎚はどうや。雷鎚弱点か、やばいね天童。お前エリちゃん狙いすぎる。そんな強くないぞお前。任せください。命中下がってるお前に何ができるんだよ。お前エリちゃんバカ狙ってきやがってお前。じゃあ食らってみろよこれを。ニュッ、全然食らねえ。王者のコンビネーション。容赦ない爪。おお、聞いてる気がしないぜお前の攻撃。ここはねちょっとね順義交代でアダスさんに帰るわ。おでんごめんでしょ。やってみろ。そんなに、まあそんなに。あれ効果抜群じゃないか。魔法の雷じゃないとあかんねんな。めんどくせえな。じゃあスプレッドアイス。お、いいね。あ、当たらない。どうした元プロボクサー。事務員に攻撃当てれんのかおめえは。おいしょおいしょ。ジャーマン強いね。おい、177二度としません。当たらない。あ、くそ。容赦ないですね。一回ディレイが入ってくる。ほい、ほい、ほい。まあ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 。まだ来んの。じゃあ次のターン回復するか。容赦ないですね。はい、はい、はい、見るか。こいつマジで、ターン回るの早すぎるからさ、デバフが速攻で消えてくるんだ。エリちゃんがかっこよすぎる。一番一般者のこの中で。デリバリーク呼ぶか。めぐみちゃん呼べねえんか。今すぐミニレムタワーの最上階まで来てください。ありがとうございます。どうしたの。めぐみちゃん、すずめちゃん、バリバリ行くよ。サイレムランプのキャビなこれ。初めて見るわ。なにこいつら。うわ、すげえ。オタクたちが天童のめしてる。これ聞いてんのかでも。172か。こんなもんか。めっちゃ痛がってる。うくさです。あ、こんぐらいの攻撃をエリちゃん今まで受けてたんか一人で。
メリケンサック。ここに来てメリケンサックかよ。まさしく鬼に金棒ってとこだな。あんな硬い外壁ガラスが粉々よ。もしあれで殴られたら死ぬかもしれんな。エリちゃんなら大丈夫や。気を抜くなよみんな。大丈夫、エリちゃんなら大丈夫や。もうすげえエリちゃん狙ってくんねんけどこの人んじゃあ演出入ったところでお呼びいたしましょうか。よろしく。よろしく。俺が手貸せんのはここまでだって言っときながら。死にてえやつだけかかってこい。きつー。新オールの極み戦略に主に強い。ナンバの雷の方が強くないか。でもお前エリちゃん狙いすぎやろ。こいつやめやがって。なんで事務員がラスボス相手にタンクして神の予告。右腕掲げた。やばそう。なんか急にガード固めたぞ。あれはガードと同時にパワーを貯めてるんだ。ガードが解かれた時でかいのが来るぞ。いよいよ奥の手を出してくるってことか。天道の現役時代俺はあのガードが破られたのを見たことがない。もし破れれば勝機が見えるかもしれないのか。なるほど。 あくまでも可能性だけどな。少なくとも初めてのことで面食らうはずだ。こうし開ければいいんやな。やってみるしかないな。みんな今のうちに集中攻撃だ。オッケー。バフデバフ後回しやな。まずナンバの雷し、もう破れるやろこれで。なめんなよ。これ破れてるよな。やっぱ破れてるよな。どうなんや神の右。え、破れてねえんか。何度でも嫌がってやるぜ。おい、破ったやろ。思いっきり地べた這いつくばっとったやないか。しゃ、行くぞ天皇。おお、かっこいいカットインや。さあ、初見で倒します。行きますよ。ワツデン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 。あ、来た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 。よっしゃ、こっから構成に回っていくぞ。ハムの動きだ。最後に来るんかこれ。まあまあまあそうなるか。まあまあいい。これじゃあ何番に起こしてもらおうか。いや俺が起こそう。お、何やってんだ。まずは左。いやまあ左やったら大丈夫やな。おい大丈夫か。なあおい、仕方ない、人工呼吸だ。頼むナンバ、お前なら蘇生できるよな。あれ起きた。人工呼吸いらない。もう大丈夫みたい。よし復活。全然勝ってねえわ。デリヘル上手くるわ。ザリガニでワンチャン特にできんかな。ぺちょ、なんやこれ。ザリガニナンシーちゃんです。冗談やないで。冗談やないで。さあこれで毒状態になってくれたらバンバイザン、バンバンザイなんですけどね。ならんか。いいね。これ見せると客も喜んだもんや。客も喜んだもんや。カスカに来るな。やデリちゃんに来る。これはいやー余裕で耐えたわ。なにこれ。なんかエリちゃん余裕で耐えたんやけど、どうした。ちょ風させようか。風状態しよう。極寒のそなた。
さ誰やサロンヘサロンヘまたサロンヘごめんねこんな最上階まで来てもらってわざわざ極寒のそなた風邪ひいてんのか俺わかんねえだそして次はな上から飛んできた行きますさあみんな炊き出しの時間や並べ行くぞおすげマドンナの炊き出しが超うまそうめっちゃ腹減ってきたうぃーさあ13日の金曜日というわけではありませんがチエさんどうぞ解体しちゃってくださいおおおおおめっちゃビビってる冗談やないで冗談やないでほら食えなあぶっ倒れてるいいねこれでとどめかワンチャンおれ戻ったで大した勝ったわよっしゃまた強くなっちまったかいいじゃないやでも俺まだ若が残ってんじゃないラスボス戦でいやでも強かったな天道神の右手の仕組みがよくわからんかったわ。まだ終わるんじゃねえぞ、天道。最後にきっちりおやさんの分を受け取ってからくたばれや。まだデリバリーも呼び出れてねえんだよ。かすや。そうですね今回の衆院選を振り返りますとまさに歴史的な勝利と言っていいかと思います実に議席の3分の2を大きく超えています民事党が国民の民意を得たとその分大きな責任を背負ったと受け止めております総理青木幹事長の果たした役割についてはいかがでしょうか大変大きかったです荻窪さんの引退から間もなくの衆院選でしたし青木さんの功をなくしては語れない選挙でした青木幹事長今の総理の言葉を受けて一言お願いします今回の選挙で民事党は大きく変わりますこの国を良くしたいという我々の思いは中身を伴ったものとして国民の皆さんに実感できるようお届けしますこれまで深く切り込まれなかったグレーゾーンをはじめ既得権益や天下りにただ乗りする者たちも皆白日のもとにさらします私のこうした理念はかつて20年前にブリーチジャパンを創設した時から一切ブレてはおらず何お逮捕状幹事長あの速報はどういうことでしょうか殺人で逮捕状とありますがいえどういうことだかで手違いそう何かの手違いです記者の皆さん落ち着いてください何かの手違いが起きたようで青木幹事長青木亮という名は本当の名前じゃありませんよねニックそうですよね幹事長ちょっと幹事長説明お願いしますよあなたの本名は荒川雅人先日横浜で殺された暴力団組長荒川雅美はあなたのお父上ではありませんか混乱に乗じて一気に突っ込んでいくな幹事長幹事長、説明してください荒川雅人って名前に聞き覚えありますよね青木亮は偽名ですよね幹事長さあ、ボロボロと崩れ始めてるぞ天道とは電話が繋がらないんだ
もう何度もかけてる。荒川組の事務所も誰も出ない。で、そっちはどうなってるんです？総監、私に逮捕状って一体？確認中です。そのニュース速報というのも確認が取れていません。テロップは民主党本部のモニター画面にしか出ていなかった可能性は。なるほど。仮にそうだったとしても、それをテレビ中継してたんだから同じことでしょ。まあそうか。多くの国民があのテロップを目にしたんだ。誰が何の目的であれを流したのか、早急に説明をつけなくちゃならないんです。とにかく今は軽率に動かないことです。ミレニアムタワーへ行くのも避けるべきかと。そうはいかない。一番が、春日一番が、もし荒川組で証拠を抑えていたら後始末が厄介でね。その時はそっちにもいろいろ骨を折ってもらうことになります。後で動かなかったことを後悔しても遅いんだ。天道の親父とはまだ繋がりません。今連絡のついた若い衆はミレニアムタワーへ向かわせてます。いいだろう。俺のそばで護衛につくのを何人かに絞れ。ええ、わかりました。若がこっちに来るんか、ミレニアムタワーに。もし戦いになったとしても天道より強いとは思えんが。お、来た。お早いご到着で。これを一番がやったってのか。あの一番が。あ、天道。へ、どうも。負けとるやないかい。なんでずっと電話に出なかった。見ての通り、ちょいと忙しかったんですわ。沢城の隠してた音声データは？ありまへん。そいつのブラフやったんです。ブラフ。あ、そうか。ハッタリだったのか。そうか、そうだったか。ふん。で、一件落着でっか？いや、まだだ。こいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でも、もうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。どうだい、俺の演技力は。なかなかの役者じゃねえか、春日。え、天道、今度オーディションにでも行こっから。天道も演技に乗ってくれてんの？どうでした、俺の芝居は。一番、お前なんで。若、まだ続きがあるんです。天道。どうも脇が甘いですね、青木先生。あなたは外から雇われただけの私を使い捨てにしようとした。は、何を言っている。一体何の話を。え？天道が二人？さすがだな。ああ。ミラーフェイスとはよく例えたもんだ。ミラーフェイスがなんでここで？フェイス。いろんな人間に姿を変える私の
通りななんですよ。いやしかしこれってスクープだよね。青木亮、春日一番とその仲間を殺害するようヤクザたちに命令。大スクープだわ。素晴らしい映像が撮れましたね。早速ネットに流出させてしまいましょうか。よせ、やめろ。バカ、もうここまでですよ。潮時です。一番、てめえがこの絵を全部描いたのか。若にブラフの音声データの存在を伝えたのは天道を呼び寄せるためでした。でも若、あんたもきっとここへ来ると俺はそう信じてました。あんたも俺をよく知ってるように、俺もあんたという人間をよく知ってますから。ふざけやがって。若、あんたを止めるにはもうこうするほかなかったんです。あんたもう自分自身でも止まり方わかんなくなっちまってんでしょう。何、知事になって昔自分をバカにした連中を見返して権力者になった。でもそれで何が手に入ったんです。今のあんたには大事な人間もいねえ。あんたのことを大事に思ってくれる人間もいねえ。持て余した権力に目がくらんで、てめえが何をなくしたのかも分かってねえ。ならその先は、手にした権力守るために邪魔なもん全部消し続けるだけの人生だ。そんなもん望むほどあんたバカじゃなかったろ。知ったような口を聞くな。でもそれが事実だろう。事実だとしても俺は前に進むだけだ。誰も俺を止められやしない。いや、俺が止める。絶対にやれ。こいつら全員ここで始末しろ。若、いいか、確実に始末するんだぞ。青木亮、連戦か。ここでテレフォンヌンチャクの極み、敵全体大ダメージぶっ破していくか。すげえ若、ういえ、若に俺のバット味わわせることになるとはな。警護の指示。うわ、増えた増えた、めっちゃ増える。警護の連中が奴に集まりやがった。あれだけがっちり守られちゃうと彼への攻撃は難しい。なるほどね。わか、踊りましょうね。はい、ちょろいね。受け取ったぜ、ナンバー。うれ、あなたが切り捨ててきた仲間との絆の力です。これがしかと受け取ってください。最後でみんなの力でいく。バカ、さあ燃やし尽くせ、ナンバー。でこの青臭いケソ引っ張らげ。うれ、それディオのようにナイフを突き刺して、とどめだ。ドロップキック。さあこれどうやわか。目覚めたか。終わりだわか。
え、耐えてる？小雪さん。あ、逃げ出しとった。青木は逃走した。大丈夫か？みんな！大丈夫とは言い切れませんね。そんな苦戦はしないぞ。さあ、もう少し若ければもっと動けたのにな。体が言うこと聞かないわ。もうみんなダウンか。さすがにきついね。みんなしっかりしろ。そうだ、手当てを。俺らのことはいい。それより一番早く青木を追え。今青木の野郎は一人だ。あいつをぶん殴る絶好のチャンスだぜ。私たちのことはいいから決着をつけてこい。一番、どん底から這い上がった男の強さ見せてやれ。分かった、ちょっくら決着つけてくるわ。ありがとうよ。おめえらは最高の仲間だ。俺とサシなら丸腰でも勝てるって。調子に乗るな。ちっ。そう来なくちゃ。そのムカつくにやけ面、ぶっ潰して二度と笑えねえようにしてやるよ。わか、俺の番だな。やるんか、俺とタイマー。どうすっかな。